はい、まず一組目のゲストはドレミ団の皆さんです。はい、どうもこんばんは。初登場、初登場ですね。はい、なので、まず自己紹介をお願いします。ボーカルの誠です、よろしく。あ、はい、ベースのマヤです、よろしく。はい、ドラムのレイカです、11月生まれです。ギターケンです。ギターのリュウです。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。オージーすごい、ね、個性的な。いや本当そうです ね、 ね、うん、今回ね性格のもね、うん、みんなねなんか違いそうな。マヤ君はなんで喋らないの？シャイ。大阪に口を忘れてきたらしいです。あ、なるほど、なるほどよ。大阪出身の、うん、大阪出身です、うん、ホットウェーブはご存知でした？はい、はい、見たことある人。はい、あ、一応、はい、レイカ君だけ手を挙げて。あ、挙げてた、ごめんごめん。出たかった、出たかったです。ありがとうございます。無理やりやってるような。緊張してます。無理やりやってるよ。出たかったって言われて、いやとは言えないよね。出たかった。お母さん、お母さん、お父さん、お母さん、お母さん、お兄さん、お母さん、お母さん、似てるところ。じゃあ、初登場ということなんで、はい、ちょっといろいろ結成の経緯なんかもね聞きたいと思うんですけども、はい、どういった企画で、出来上がったバンドなんですか？もともとあったバンドなんですけど、僕とレイカ君が、いて、はい、それでちょっと前のメンバーが抜けちゃってどうしようかっていうことで、まあ大阪とかでもともと知ってた人とかを撮って、で去年の1月にこのメンバーになりました。ちょうど1年経ちました。いきさつになってないです。いえいえ。でもこのドレミ団っていう、はい、バンド名はその去年の1月からその前からありました。その前から僕が、はい、やってました。マクド君がこれは、はい、考えた。僕とレイカ君と前のメンバーと一緒に考えたんですけど、はい、前のメンバーがちょっとなくなっちゃったのか、いなくなっちゃったんで、うん、ドレミ団っていうバンド名はどういうところから取ってるの？ちょっとですね、うん、英語でゼントレットミーダウンっていうのあるじゃないですか、ビートルズの、うん、ドントレットミーダウンと、うん、の曲を聴いてたら、うん、ドンデミダウンって聞こえたんでドレミ団しました。そうだったんだ。すごい。本当？はい、本当です。それすごいね。はい、だから、うん、これからきっとなんか街中で流れてるとするじゃないですか。絶対ドレミダンって聞こえますよ。いや、これをね聞いた人はねみんなそう聞こえる、ね。いや、でも本当に確かにね、聞こえるよね。聞こえます。聞こえる。なるほどなるほど、うん、ね、もっと全然違うこと想像していたので、ね、うんうん、なるほどという感じですけれども、はい、ね、まあ、今回ね、うん、初めて出てもらったので、はい、ちょっとメンバー一人一人どんなプライベートかっていうのを知りたくって、はい、アンケートちょっと書いてもらって、ね、いろいろ書いてもらってますけれども、はい、じゃあ、誠くんからちょっと一つ言ってみましょうか、うん、はい、はい、どこかこれですね、やっぱね、そうですね、はい、はい、自分は〇〇フェチだというのにね、うん、答えてもらいましたけれども、はい、トウフェチって書いてあるんですけど、うん、これはトウ、うん、トウ僕ですね、うん、トウに限らず大きなものが好きで、大きい建物を見るとすごくなんか衝動に駆られちゃうんです。血が踊る。踊りますね。でこの間初めて東京タワーに行ったんですよ、うん、ですごいはしゃいで東京タワー、ただのビルとかでも、うん、大きいとすごく興奮しちゃうんですよ。でもフェチまで言うっていうのは結構珍しい、ね、うん、そうですね、いつもそうですね、おかずがない時はそういう大きな建物を見ながらご飯を食べてますから。じゃあその隣でこうなんかにこやかなマヤ君は、はい、これはマヤ君
一番欲しいものかな。ああそうです ね、うん、今一番欲しいもの経験、うんうん、これは一体経験不足ですからとおっしゃられてますな何の何の それはまあいろいろありますわって言ってますちょっといろいろね、うん、マーヤ君に関しては、知りたいことが多いですけども。そうですね、はい、うん、でも次行きましょうか。はい、はい、じゃあ、レイカ君ですけれども、はい、レイカ君どれ行きましょうか。はい、これかな。うん、そうですね、はい、自分を動物に例えると、はい、矢吹城。矢吹城は動物だったっけ人間やからね。燃え尽きたいです。燃え尽きたい、になりたいってことじゃない。ライブ後とかも結構燃え尽きてますので。うーん、真っ白になってますよ。そういうところではね、説明されると納得できるっていう感じですけれども。はい、じゃあ次はケン君ですけれども。はい、ケン君、はい、どうします。うじゃあこれいきましょうかね。はい、はい、ですね、ケン君は肉球フェチ猫の足、肉球フェチということで、はい、これは感触が良いので。感触がね、肉球ね、いいですね。私も結構でも肉球フェチですね。毎晩猫の肉球触ってね、遊んでますからね。ご飯食べながら、肉球見ながらご飯食べて、スーパーごと何杯でもいけるはい、じゃあ最後にね、はい、リュウ君いきましょう。はい、リュウ君は、うん、やっぱこれかな。そうですね、はいはい、自分を動物に例えると、リュウ君は猿です。猿、はい、これは猿顔なんでそうかな、うん、金髪とかしたらすごく猿になります。あ、そう、はい、そんなこと言わなきゃかっこいいのに。そうですか、そうです、はい、ということで ね、ちょっと一言ずつだったんですけれども、はいはいはい、ちょっとメンバーのね、ちょっと性格とかが分かっていただけたかなと思いますけれども、はい、じゃあちょっとライブのね話を聞きたいなと思うんですけれども、はい、どんなねライブをドレミダンは普段、見せてね、はい、くれるんでしょうか。そうですね、やっぱり見てもらうのが一番だと思うんですけど、とにかく僕ら的には何でもありなことをやろうっていうのが一番にあるんで、もう見た人がこうドレミダンの世界観にすごい巻き込まれて、はい、何でもありなんでもう暴れて楽しく、でたまにはちょっと涙あり笑いありって感じです、でもこのね、衣装とかビジュアルを見ても割とこう何でもありっていうね、はい、感じはしますよね。そうですか。それぞれがもう全員でじゃなくて、はい、一人一人がすごく個性がある。何でもありだっていうので、うん、この間ライブ中に出前を頼んだんですよ、ステージの上から、うん、じゃあライブ終わった頃に届きました何頼んだのそれは。ラーメンを本番中には来なかった。はい、MC 中に電話しました。うん、で4月に、はい、ワンマンもね、あるんですね。はい、はい、で、このワンマンライブで、はい、CD をね限定発売するというふうに、ね、聞いてるんですけども、ね、これと、はい、じゃあタイトルを教えてください。はい、はい、ポケットにガラクタをというタイトルのシングルを、はい、東京大阪名古屋で東名阪でワンマンをするんですけど、その3カ所だけでリリースしようかなと。はい、本当は全国で出したかったんですけど、ちょっといろいろ時間的なあれもありまして、あれになりました。あれになりました。じゃあまず本当もうそのライブ会場オンリーでリリースしようということで、なんでライブに来てもらって、うん、はい、ね、じゃあ本当ね、もし行きたいならばもうライブに行かないとね、また買えないわけですからね。はい、もちろんじゃあその曲も、ライブでも披露してくれるわけですね。そうですね、ワンマンでは皆さんおとなしいですやっぱ誠くんがスポークスマンっていうか、はい、スポーツマン、スポークスマン、スポークスマン、はい、スポークスマンはい、じゃあですね、はい、もう楽しい時間は過ぎるのは早いもので、はい、最後に、ね、なってしまったんですけども、はい、メンバーね、皆さん一言ずつね、はい、メッセージをもらいたいなと思うので、はい、じゃあ、奥の、リュウ君からいきましょうか。はい、はい、
よろしく。本当に一言で、はい、はい、じゃあ次はケン君。ケン君さようなら、さようなら2回言いましたさようなら、さようなら2回なんでさようならなんだよはい、ではレイカ君。はい、ライブで来てくださいそしてじゃあ、あやくん、はい、よろしくとおっしゃられております。おっしゃられて、はい、はい、じゃあ最後に誠くん、誠くんお願いします、はい、はい、とりあえずなんか今日これを見て気になった人がいたら、気になった人がいなくてもこれを見た人は、ライブ会場に足を運んでもらって、僕ら結構ライブをバンバンやってる方なんで、もう一番近い日、一番時間のある日でもいいんで、とりあえずライブ遊びに来てもらって、で4月のワンマンもぜひ遊びに来てもらえたらと思います。はい、はい、はい、どうもありがとうございました。ありがとうございました。はい、テレビ団の皆さんでした。ありがとうございました。フォークスマン。